アイセッサイ銀行は、インドのクジャラート州バドーダラに本社を置くが、実質的な本社機能は、マハーラーシュトラ州ムンバイに存在する。インドの市中銀行としては、インドで2番目の規模の銀行である。かつては、インダストリアルクレジットインベストメントコーポレーションオブインディアと称していた。アイセサイ銀行本社ビル1955年に、世界銀行とインド政府によって、 中長期のプロジェクトファイナンスを提供することを主目的とする金融機関として設立された。90年代に入ると、インド経済が帰還化するに伴い、プロジェクトファイナンス以外の業務にも、進出、1994年に改組して、現在に至る。1996年 JP モルガンとの提携関係を発展させ、アイセサイアセットマネジメントを設立した。 1999年にはニューヨーク証券取引所に日本を除くアジアの銀行として初めて上場を果たした。2000年12月からプルデンシャルファイナンシャルとの合弁会社を開業させた。出資割合は同時点でアイセ世イ74%プルデンシャル26%であった。プルデンシャルは1956年に国有化を経験している。 一般銀行業務の他投資情報サービスの提供、仲介業、生命、損害保険業などに従事している。562カ所の支店、1900カ所以上の ATM、国外ではシンガポールとバーレンに支店を置き、イギリスとカナダ及びロシアに子会社を有し、アメリカ合衆国、中華人民共和国、アラブ首長国連邦、バングラデシュ、 南アフリカに駐在院事務所を置き国際的に活動している。また米国予託証券としても取引されている。ありがとうございます。